はいどうも、藤根 130kg です。この馬娘の台で結構ね、取れやすいやつを発見しました。これですね。ちょっととりあえずね、プレイしていきます。手前に結構高めのシールドがあるんですけど、パワーはしっかり入ってるんで、結構ちょっと手前すぎましたね。持つ場所によっては景品自体を結構しっかり、ね、持ち上げることができるんですよね。もう一度いきます。中心で、狙いはこのシール、横の取っ手の角の部分に両爪がかかるようなイメージです。これで、はい、勝ちましたね。これもう手前のシールドに乗ってしまってるんで、ちょっとだけ右寄せで向きを整えます。シールドに対して、シールドに対してまっすぐと乗ってる方が、そのままもう手前を引っ張ってきたら簡単に落ちるんで、向きを変えていきます。ちょっと寄せすぎましたね。ちょっと修正します。これ回転そこまでしないんで、こんなもんかな。で、右アームをしっかりと側面にかけるのを優先して、いいでしょう。ちょっと戻りましたね。で、まあもうちょっと寄せたい。ちょっと手数かかってるな。もう一回右寄せで、手前に引っ張りつつ向きを修正していきます。この辺で、めっちゃいい。これ。はい。でね、これ注意すべきところが、箱のね、横の取っ手の部分をきれいに持ち上げると、景品をしっかりバランスキャッチするんですけど、もうちょっと落ちそうな時に、もう一度持ち上げてしまうと、奥側までアームがいっちゃうんで、この手前に来た時は、バランスキャッチしないように、はい、ゲットです。バランスキャッチしないように、ふわっと手前を持ち上げて浮かすっていうので、引きずってくるのが攻略になります。はい、ちょっとさっきね、手数かかりすぎたんで、もう一度ね、最短を目指して、リベンジします。最初は、この辺で、落ちきった時にアームがちょっと後ろにずれるんですけど、上がる時に再度、手前にグイッとくるんで、OK。うわ、絶妙なバランスキャッチしてますね。まあ、パワーが相当強いんで、だいぶね、どこ持っても持ち上がってくれます、実際。で、手前に引きずった後はバランスキャッチしないように次は狙ってきます。なので心持ち手前気味でスルッと抜けるように、これで徐々に引っ張って落としていくっていう、だいたいね、慣れてくると3手から5手ぐらいで取れるかなと思います。今ちなみにテストプレイ合わせてこれ3個目なんですけど、いけるかな。次ぐらいで落とせたらだいぶ新記録ですね。ここでちょっと寄せすぎたかな。でも入りますね。よかったよかった。これで落とせたら最高。あ、来た。はい、ゲットです。こんな感じで、だいぶパワー入ってていい台やと思うんで、今馬娘系狙うならこの台がおすすめかなと思います。ということで、以上藤根 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。